する毎日でん誰かたがつく毎日人は本当につながってるのか選択肢がありそうでみんなと同じになっててそんな自分が好きになれるかい僕たちが使いこなせ小さな体の世界を駆け抜けろ I'm on your side I'm on your side 諦めずに戦え大きな心で自分を超えてゆけ君を書き換えろ勘弁してよ嬉しくくださいよ今すぐ今すぐ触覚を目覚めさせろ君の五感で未来をドア開けろ新しい自分になれ迎えに来たぜ、アキ。ヘリで来んなよ。リムジンの方が良かったか？タクシーで十分。お祝いなんだからいいじゃん。ヘリが大好きなくせに。僕が好きなのはラジコンヘリですから。僕が好きなのはラジコンヘリですから。似てる。帰る。あ、ちょ。そうだよ。まだまだ子供だな。おい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 。穴開いてない、この絵普通に穴開いてるじゃあ、僕はここで深夜だってそれ4人乗りなんであとは幼馴染で楽しんでください僕は先にパーティー会場に行ってますよ深夜こっちも気使ってわざとやってるんで深夜は深夜で居づらいだろまあいいから乗れよ一緒に祝おうぜアルバム V3 達成あの頃の僕は大体が不機嫌だったでもどうして不機嫌なのかはっきりとした理由は自分でもよくわからなかったみんな早くお前たちを祝いたがってるぞアキお前のこともなありがとう楽しかったよちょおい行かねえのかああ世界平和かけたかうちの天才くんが今度何に悩んでるわけあいつはほらそもそもこういう売れ方したくなかったやつだから音楽なんて売れなきゃ意味ねえんだいつでもどこでも簡単に音楽が手に入る世界
それが悪いとは思わない。でもその軽さが音楽をただ消費されていくだけのものにしてる、そんな気がしてた。でもそんな世の中に向けた音楽の売り方も確実にあって、高校の教室で友達のために作ってた曲はいつの間にかチャートを賑わすようになり、気づけば僕らは全てを手にしていた。なのに欲しかったものは何一つ持ってなかったからかもしれない。私の曲。来てたんなら声かけてよ。かけた、何度も言ったよね、もう二度と高木のゴーストはやらないって。アキは私の恋人でしょ。マリ頼むよ、もうこれ以上は無理だ。何が？お前があいつと寝てるとこ想像しただけで気が狂いそうになる。知ってんだよ、気づかないわけないだろう。鍵は置いてって。瞬間で恋に落ちた僕を君は
出会ってしまった。そう、あの頃の僕は終始不機嫌で、ただ苦しくて、何かにすがりたくて、だから正直彼女に声をかけたのはただの気まぐれで。一目惚れって信じますか？冗談なんすけど。っていうかここ師匠が前提なんですけど。はあ、突然わけわかんないこと言ってくる人とまともに話さない方がいいですよ。じゃあ。うわ、信じます。え、だって私今一目惚れしちゃったです。はぁ、一目惚れっていうか今の鼻歌。鼻歌、鳥肌立った。名前教えてください。私は小枝莉子です。深夜、小笠原深夜。ごめんね。小笠原深夜。付き合い始めたあの頃、僕はこれっぽっちも君のことが好きじゃなかった。全部嘘だった。でも嘘ばかりつく僕のことを彼女は正直な人だって言うんだ。ということは深夜さんだけ幼馴染じゃなくて後からクリプレに加入されたということですか？もともとベーシストだったアキ君がデビュー直前でへそを曲げちゃったんですよ。その穴埋めが僕ってわけです。ちなみにどういった理由でへそを？まあその原因も僕だったりするんですけど。深夜、冗談ですよ。カオル君、あ、ナンパした？そう、今からデート。でどんな子よ？なんかキノコみたいな、マッシュルームみたいな。なんだそれ。髪型だよ。確か名前は小枝なんつったかな。まあとにかく近所の八百屋の子。ああ、またそれ随分近場で。じゃあ、ああ、ま、無茶すんなよ。大丈夫、頑張って頑張って彼女をむちゃくちゃ好きになれるよう努力するから。じゃあ。相手がかわいそうだろ。勘弁。雇い主としちゃ、まあ、把握しとかねえとな。プライベートと仕事は分けることにしたんだ。そんなことできるわけねえだろ。お前の価値観のど真ん中に音楽ってのがあんだから。
音楽と関係のないつながりが欲しいんだよ。その新しい女だってお前はクリプレの秋としか見ないはずだ。僕が秋だなんて言ってないし、言うつもりもないから。いつまでそうしてられるか見ものだな。あ、高木さん、そのまま家帰るつもりならやめた方がいいですよ。あんたのその服、マリのクロエの匂いが残ってる。ネットでデブって噂だし。ああ、そういうこと。それで深夜とチェンジなんだ。あ、どうしたんですか。いや、なんでかな、君の声が。あ、場所変えない？もっと静かな。え、私大ファンなんです。知りません？あんまり音楽聴かないから。もう最高ですよ、聴いてみてください。この秋って人が作る曲超いいんですよ。それに深夜のベースも。彼氏ってこいつか。ゆうちゃん、そうちゃんも。ごめんニコ、こいつ止めきれなかった。友達です。なんだよニコ、彼氏って親父じゃん。親父？何してる人？強いて言うならニート。ニート！え、働いてないってそれ大人として大丈夫ですか。マリコ、お前絶対黙らせてんぞ。逃げます。え、ちょ、待って。私、あれからずっと忘れられなくて、あの時の鼻歌、誰に聞いても分かんなくて。何のことだろう。切なくて、激しくって、口ずさむんじゃなくて、こう大きな声で歌いたくなる。もう
俺。歌が怖いんだ。え？多分憎い。どうして？どうして泣くの？何言ってんの？泣いてないよ。でもこれから泣くでしょ？え？何これ？ちょっと待って、最悪。見ないで。大丈夫です。私が守ってあげる。君は歌わないよね。え？歌わないで。歌う女嫌いなんだ。やっぱり2周目伸びねえな。だから言っただろ、長浜。美人が失恋の歌を歌っても、まあ、闇に聞こえるだけだ。すいません。大体な、恋の歌なんて微妙なやつが歌うから共感されるんだ。まあブスとは言わねえけど、美人では絶対ない。まあ愛嬌のある顔っつうかな。はあ。マリなんか、そろそろ世界平和とか歌った方がいいんだけどな。アキがそういうの書かねえから。アキさん最近なんか変ですよね。イライラしてるっていうか。ああいう天才は悩んだ方がいい曲書くし、いっそもっと追い込まれればいい。どこ行くんですか？アキんとこ。っていうかお前また開けっぱなしだし。ありがとう。なんかあったねえ、そうちゃん。え？歌う女嫌いってどういう意味だと思う？あ？彼氏に言われたの。絶対に言えないな。実は歌が大好きだなんて。こっち準備いいぞ、リコ。もうおめえから歌取ったら何も残んねえだろ。こういう時こそ歌って元気出せよ。
よね。高木さんとのこと、秋に知られるのずっと怖かった。関係を強要されたわけじゃない。ただ彼、初めて会った時、普通の女子高生だった私に言ってくれたの。どうしよう、俺天才見つけちゃったって。私のこと見つけてくれたの、あの人だったの。ありがとう、マリ。おかげで自分の気持ちがはっきり分かったよ。僕さ、彼女ができたんだ。彼女、僕がクリプレの秋だって知らなくてさ、僕は何でもないただのニートだと思ってる。それでも彼女は僕に守ってあげるって言ってくれたんだ。僕が曲を書かなくてもそう言ってくれた。僕はそんな彼女を大事にしようと思う。いいバランスの三人だ。どうしよう、俺天才見つけちゃった。デビュー決定おめでとう。は？え、あの意味がよくだから CD 出したりライブやったりテレビに出たりするってことだ。すげえ！マジ？マジ？いや、その僕たちまだ楽器を始めたばかりでデビューすんのに演奏の上手い下手関係ない。カメラの前で弾く売りさえしてれば、あとはプロの人たちが代わりに弾いてくれるそんな顔するな、こんなの普通だ。クリプレだってそうだぜ。自分で弾いてんのなんて深夜だけなんだから来た。びっくりしたのはこっちだよ。お前ら上手くなったな。毎日練習してんだって？はい、今回の曲は自分たちの演奏でレコーディングしたくておいおい冗談言うな。金出してド素人のオケ聞かされる客の身になってみろ。かわいそうだろ。お前らのオケはな、ちゃんと超上手いスタジオミュージシャンに弾いてもらうから心配すんな。
ですよね。ところで、アッキーのやつ見なかったか？ああ、今こっち向かってるみたいですよ。そうか。あ、練習することは悪くねえぞ。弾く振りが上手くなる。勘違いすんな。あのおっさんが悪いわけじゃない。クソみたいな演奏しかできない俺たちが悪いんだ。よう。ちょうどいいところに来た。お前に合わせたい子たちがいるんだ。僕顔出し NG なんで。プロデューサーやってみねえか。は？クリプレアキ初プロデュース。現役女子高生シンガー。バンドメンバー全員幼なじみ。今度は何企んでんの？美男美女ばっかだとアイドルレーベルっぽく見られんだろう。そうじゃない雰囲気の子見つけてきたんだ。あんたみたく利用する側に回るのだけはごめんだ。絶対やらない。とにかく会ってみろ。その話横からかっさらってもいい？クリプレの深夜初プロデュース、これはこれで結構キャッチーだと思うけど。どうだ？アキ君は本当にバカですね。しょうがないじゃないですか。本人がやらないって言ったんだから。聞けば絶対にやった。そうでしょうね。こんな声聞いたら宝物にしただろうな。でも彼女は僕がもらいました。僕の宝物にします。変わる準備しとけよ。デビューしたら4人でマックとか行けなくなるからな。マックは行きたい。俺の生活マックに。さて、この曲を作った秋とは別の話がある。場所変えるぞ。気づくとしたら
お前だけだと思ってた。弾いてるの僕たちじゃないですよね。一流のスタジオミュージシャン集めた。お前ら金かかってんだ、感謝しろよ。なんて顔してんだ。まさかお前自分たちの演奏でプロになれると思ってたわけじゃねえだろ。耳がいいお前ならわかるはずだ。お前らの音とプロの音、どっちが客に聞かせる価値があるか。ベースは僕のベース弾いてるのは誰ですか？あいつだよ。篠原信也。確かお前より一つ下だったかな。深夜、クリプレの秋だ。高木さん、よくわかりました。でも一つお願いがあります。なんだ？僕の代わりに彼をクリプレに入れてください。僕は弾くのをやめるから。僕を守るって言ったよね。え、はい。本当に？本当です。何から？全部です。あなたを傷つける全部から。え？音楽の教科書の人もそう言ってました。まさかユーミン？いえ、確か松なんとかって人だった。何かおかしかったですか？これから会おうよ。今どこにいる？
ねえ、それわざとやってんの？違いますよ。しょうもな。笑いすぎ。なんで小笠原慎也つったんだよ。お前せめて小笠原慎にしとけよかったのに。もうこのネタで当分楽しめるわ。しかしまあ、マリさんと別れて何をしてるかと思いきや、まさかそんな悪いことしたなんてね。本当に普通の高校生なんだよ。だから僕も彼女の前では普通でいたいし、そういう僕を好きになってほしかった。お前そんな嘘ついたままこれから先も付き合うのか？分かってるよ。だから本当のことちゃんと言おうと思って。あっちょぎよ。すいません、すいません、ちょっとごめん。すいません。父ちゃんどうしよう。言われるまま来ちゃったけど、完全アウェーだよね俺ら。それもそうなんだけど、私まだ小笠原さんに言えてなくて。え？お疲れ様でした。ねえ、今いい匂いした。マリさん好き？あ、はい、超好きです。中止の憧れです。マリさんの言うって曲は実はアキくんが書いてるんだよ。高木さんじゃないんですか？まあ音楽の世界にはいろいろあってね。そのうちわかるよ。こっち。今日やるクリプレの新曲ももちろんアキくんが書いてる。お客さんとしては君たちが初めて聞くことになるね。やった。どんな人ですか、アキって？総じて言うととっても間抜けな人。間抜け？だって彼明らかに天才なのに自分のこと凡人だって信じてるんだもん。笑えるっていうか、たまに本当にバカなんじゃないかって思う。私、アキの作る曲が大好きです。僕も。うん、好きだよ。時々嫌になるくらいにね。あれ？ニート！何やってんの？君確か、どうしてここに見学？俺たちさ、スカウトされたんだよね。スカウト。スカウト？誰に？マジかお前。笑い事じゃない。偶然だよ偶然。偶然というか
そもそも声フェチのお前が選ぶぐらいの女だからな。声？何？お前あの子の歌声知らないで付き合ってたのか？リコ使って何する気だよ。仕事だ。ビジネス。音楽という嗜好品を言葉巧みに売りつける金儲け。違うか？あんたのそういうとこ吐き気がする。何眠いこと言ってんだよ。クリプレだってそうやって売れてきただろう。リコだけはあんたのおもちゃにさせない。それよりこんなとこで遊んでていいのか？深夜は宝物にするって言ったぞ。それでは今夜初披露となりますクリュードプレイの新曲さよならの準備はもうできていたです。どうぞ。ついてた。僕の名前は深夜じゃなくて秋。え？小笠原秋。クリプレの秋なんだ。ニートも嘘。歌う女が嫌いって言ったのも嘘。初めてリコの声を聞いた時から気づいてた。そうだったんですか。それなのに
歌うななんて言ってごめん。でも小笠原さんは嘘つきじゃないと思います。え？だって音楽を聴けばわかるから。初めてあの鼻歌を聴いた時、私には悲鳴みたいに聞こえて、私のここにちゃんと届いたの。それで守ってあげなきゃって。だから私にとっては誰よりも正直な人です。どうした？あ、リコに知ってほしいんだ、本当の僕を。本当に秋なんですね。それ12の時に初めて買ってもらった楽器なんだ。なんでベース？本当はギターが欲しかったんだけど。誕生日の時に親父がさ、貯金はたいて店で一番高いギター買ってきたぞってすんげえドヤ顔で。もう大喜びで旬に店に行ったらさ、出てきたのがこのベースで。でもその時旬が言ったんだよ、これでバンドができるなって。そこにカオルとテッペンも加わって4人で猛練習してさ、あの頃は本当に楽しかったな。小笠原さんのベースも聴いてみたいです。ベースはバンドで弾くもんだからまた今度ね。私この曲好きです。あそこが笑っちゃうんですよね、給食のパンがまずいってとこ。変わり映えしないいつもの教室。
ここです。ああ、じゃあ、じゃあ、できた曲聴けば高木さんも深夜も考え直してくれるはず。クリプレの曲はもちろん書き続けるよ。できんのかそんなこと。デビューの時にさ、
思ったんだ。クリプレを去ることだけが僕にできる音楽への良心だって。でも逃げたんだよ結局。今度は逃げたくない。ああ、たくもう勝手にやれ。あ、でもこれだけは言っとく。俺たちの曲に手抜くなよ。当然。OK。僕にやらせてください。リコの曲は僕が書きます。ダメだ。今さらデビューのスケジュールは変えられない。それに深夜のデモはもう上がってる。まさかアキ君の彼女だったなんてね。クリプレとしてデビューして5年、君は君で悩んでたかもしれないけど、僕は僕でずっと居心地が悪かった。ずっと自分のバンドが欲しいって思ってた。マッシュと出会ってやっと居場所を見つけられた気がする。マッシュ、彼女のことそう呼ぶことにしたんだ。卑怯な声してるよね、マッシュ。渡さないよ、君には。2年3組、小枝莉子さん、君島雄一くん、山崎聡太くん、以上の3名は至急体育館に来てください。お待たせしました。この3人がこの夏ミュージシャンとしてデビューが決まった、その名もマッシュ&コーデです。え？今引っかいて抜け出してきたんです。抜け出してきたって何で？なんかどうしていいか分かんなくて。知らないところでどん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 話が進んじゃってて、高木さんの言うこともよく分かんなくて。リコはデビューしたくないの？デビューっていうか、私はただ歌うのが好きなだけで。大丈夫、僕がリコの歌を守るから。僕の歌を歌ってほしいんだ。俺一度音楽に背を向けたことがあって、それからずっと苦しかった。
でも莉子とならもう一度向き合える気がしたんだ。今さ、音楽がすげえ楽しいんだよ。え？莉子のおかげ。変な感じ。これレモンの味するんですよね。レモン？そんな味したっけ？するよ。ほら、やっぱするよ。それに習い、マッシュ&コーも制服や学校のイメージで親近感を売り出していきたいと思います。マッシュ&コーデビュー。お前、俺の話聞いてなかったのか。一回聞くだけでいい。相変わらず空気の読めないやつだな。分かったよ。落ち着け、長浜。あ、分かってるよ。ヤバいってことは。今そっちに戻るから、とりあえず現物送ってもらえ。本人にはまだ言うな。レッスンしっかりやれや。お前もな。マシちゃん。あ、マリじゃない、マリさん。私のこと知ってるんですか？可愛い後輩だもん。よかったらここ座らない？いや、そんな、そんな。邪魔しちゃ悪い。車待ってるだけだから。じゃあ、ねえ、グリプレの新曲すごくいいと思わない？これ書いた時、アキはどんな気持ちだったのかな？
さよならなんてバカな子ね。じゃ、頑張ってね、マッシュちゃん。ですよね。なんか恋心がすごく胸に迫ってくるっていうか、本当に好きなんだっていうか。本当に好きなんだっていうか。僕の歌は歌える？いい曲だった。多分今までで一番。じゃあ、でも残念だ。記者につけられたな。これが世に出たら莉子の未来がどうなるか分かるか。どうにかしてほしいか。はい。一つだけ方法ある。こいつで取引する。俺が前に握りつぶしたネタだけどな。マリは？マリにはもう話してある。納得してくれた。条件付きで。
条件？リコと別れろって。スキャンダルを逆手にとってちゃっかり周りの話題作りか。いかにも高木さんの考えそうなことだな。あいつの話なんか聞くな。絶対断れ。でもそしたらリコが。なあ、リコちゃんってそこまでしてデビューしたいと思ってねえんじゃないの、そもそも。おい、聞いてんのか？シュン、また電話する。アキ、いい曲だった。すごくいい曲だった。だね、この二人。よ、美男美女。急に呼び出して悪い。もう知ってるよね。本当なんだ、あの記事。あの時一目惚れって言ったの。ああ。そういえばそんなこと言ったかな。あれね、正直誰でもよかったんだよね。そんなはずない。だって普通な。もっとはっきり言おうか。僕は君のことなんて少しも好きじゃない。リコはリコの歌を歌え。
新曲は今までにないスケールで秋の愛の大きさを感じますが、そうですね、生涯大切にしたい最高の一曲になりました。今は秋に感謝したい気持ちでいっぱいです。マリのニューシングルを秋がプロデュース、わーいいわ。てか見て、秋超イケメンなんだけど、しかも才能もある、羨ましい。僕の曲歌ってくれないかとか言う、のお父っつぁんに言っとくわ、月島が産んだ大スターに配達させんじゃねえって。もう言っといてよ。はい、え、来週のデビューライブ応援に行くからね。ありがとう。え、秋がなんで。とにかくまとめて送ってきたんだ。お前のところにも届いてんだろ。こんなにたくさん。あいつ何考えてると思う。
どこかに行っちゃうんですか？いや、おい。はあ？行こう。おう、そや、リコにやられた。スティングレイパクったんだって？小笠原さん、どっか行こうとしてるんです。でも行かないでって言えなくて。誰も自分を知らないところで一から音楽をやり直したいんだって。そんな顔すんな。あいつは絶対もっとすごくなって帰ってくる。大丈夫。あいつ最近すげえいい顔するようになったんだ。昔してたみたいな楽しそうな顔。莉子ちゃんと出会ってからだよ。まあ、正直莉子ちゃんの活躍を見るのが辛いっていうのが本音だろうけど、そこまで言わせんのはさ、かわいそうだろ。でも小笠原さんは私のこと実は俺も秋んちからパクってきちまった。もらってないタイトルでね、できたばっかの曲っぽいんだけど、俺にも聞かせねえでロンドンに持ってこうとしてたんだ。誰のキーで書かれてたと思う？これ聞けば全部わかる。何が本当で何が嘘か。出発は来週だってさ。
飛行機遅れんなよ。じゃあな、アキ。Next presents the Mush and Co. debut live! フルプレイの深夜をプロデューサーに迎え、Mush、ゆうちゃん、そうちゃん、この3人組が今日この場、right here, right now、デビューします！今日、何枚の CD が発売されるか。知ってるか？この世に生まれる全ての音楽には必ず誰かの思いとか人生とかが詰まってる。これからお前が歌うデビュー曲のように、でもそうやって生まれた音楽の大半が誰からも気づかれることなく、音を立てることもなく、ただ消えていく。そもそも聴いてもらうチャンスさえつかめない。恵まれたデビューに感謝しろ。たくさんの思いをお前の声に乗せて、力の限り歌え。気合入れてくれ。はい。お待たせしました。さあ、いよいよ登場、Mush and Co! おい、リコ。Thank you.
もね明日のことならちょっとイメージできるよね。ほら少し笑顔になれるよ。怖いものなんて何一つないよ。だから行こうよ Tomorrow Never knows。 ずっとずっと Never give up on my dream。 確かなリズムで今を駆け抜けていこう。まあまあだな深夜。いいライブだった。そっか。スティングレー預かってるから空港行く前取りに来い。リコ打ち上げに連れてかれちまった。分かった。今どこ？どこだしゅん。この曲旬の野郎。下手くそ。どうしても音がビビっちゃうんです。ギターより弦が太いから。もう言いたいことがありすぎて全然言葉にできません。最後に一つ聞かせてください。小笠原さんの作る音楽は小笠原さんそのものですか？違うよ。
一緒に弾きませんか？いきなり歌い出したり、いきなりキスをしたり、君にはたくさんごめんねって言わなくちゃね。なくしちゃうのが怖くて、嘘ばっかついてしまう僕だけど、でもね君のためでは本当の自分でいたかったんだ。僕の存在が君の光に影を落としてしまうとして、僕がいても僕がいなくても君はここで輝いて、嘘ばかりつく僕のことを彼女は正直な人だって言うんだ。笑って僕の嘘に気づかぬふりをする彼女に僕は一生かなわない。もっと一緒に一つ伝えられない僕だ。
じゃあ行くわ。リコ。